こんにちは。今回は平行四辺形の分割の問題です。問題の内容を確認しておきますね。図の四角形 ABCD 全体の図ですね。これは平行四辺形で EF は AB と DC に平行です。GH は AD と BC に平行です。AE と ED の長さの比、これが2対3で、全体の平行四辺形の面積、これが60平方センチメートル。三角形 PBD、この部分ですね。ここが9平方センチメートルです。じゃあ四角形 PFCH、ここですね。この面積は AGPE、この面積の何倍になっていますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。こういうふうに平行四辺形や長方形、これの対角線ですね。これを一辺とする三角形。こういった図形が出てきたときに有名な考え方があるんですけれども、これだけで考えるんじゃなくて、三角形 ABP ですね。これと三角形 APD。これ足したものが全体の半分。さらに三角形 ABP ですね。これと三角形 DPC ですね。これを足したものも半分。これを比べていく。こういうふうな考え方があります。今この問題について一旦この考え方置いておいて、まずは分かる部分ですね。これの面積っていうのを考えていきます。これがちょっと邪魔ですね。これのけといて、この三角形書いてないような図で考えます。ここが2対3です。全体の面積60ですよね。60を2対3に分けます。5で割って10に。2つ分だったら24。3つ分だったら30。こういう風に、ここの平行四辺形、ここの平行四辺形、両方の面積が分かりますね。じゃあ、この24、36、そのままだったら、ここと重なってちょっとややこしいですね。じゃあ、24の分、この分だけ、この中にうまいこと面積移していきます。どういう風にするかっていうと、さっき出てきたこの三角形ですね。この三角形っていうのは、この平行四辺形の面積の半分になってますね。つまり、ここで線引いて、三角形 ABP、これは24の半分で12です。書き込んでおります。はい、こういうふうに、ここ12ですよね。そして、この線によって全体の面積、こっち側とこっち側に分けられますけれども、半分になるわけです。60平方センチを半分にするわけですから、ここが12、ここが9、足して21ですね。じゃあ、ここの部分の面積、これも9になります。これが9ってことは、ここの面積考えるとき、これの半分って言いましたね。ここが9っていう風に分かってたら、今度こっち側の図で、9の2倍、ここが18っていう風に分かります。ここが18だったら、全体60ですね。60から18引いて、ここ42です。っていうことは、こことここの面積の比、6で割って3対7、こういう風に分かりますね。ここが3対7っていうことが分かりました。もちろんこれで、ここの面積、ここの面積出すことができるんですけども、今出したいのは、これがこれの何倍か。これ考えるだけですね。ここの数字、ここの数字、それぞれ比で表したもので、実際の数字ではないんですけれども、この面積とこの面積比べるだけだったら、この比同士を掛け合わせたものですね。これで比べてもらっては問題ないです。2×3 でここ6ですよね。それに対してここ 3×7 で21。21は6の何倍ですか？こういう問題と考えてもらって、21÷6。もちろん約分できて、2分の7倍。こういうふうに答えてもらったら大丈夫ですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。